にちは、リムです。みなさんこんにちは、リムです。あ、ちょっと待って、リムじゃないや、あ、すっぴん顔のリムです。バナナです。バナナです。バナナです。今日はリムのメイクを紹介したいと思います。リムはあんまりね、あの高い化粧品とか使ってないですけど、自分の肌に合う化粧品だけずっと使ってますんで、今日は紹介したいと思います。では、レッツゴー。はい、まず、あ、ちょっと待って、なんで急にリム日本語で喋ってるのか、多分理由を知りたい人もいると思いますので、ちょっと軽く説明したいと思いますね。実際にね、最近ね、リムの日本語はすごく下手になってて、なんか話したいことを話せなくて辛いですよ。まあちょっと言い訳なんですけど、今もう4年生だからあんまり学校行かなくて、あと日本人と話すチャンスも全然なくて、なんか急に喋れなくなってさ、最近もやっついたんですけど、うん、だからこれからね、日本語で使って動画を撮りたいと思います。もしリム喋った日本語が間違ったところがあったら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ではメイクを始めたいと思います。まずは化粧水を塗っていきたいと思います。化粧水はね、いろいろ使ったんですけど、冬はね、もう圧倒的にずっとこの子です。次は日焼け止めクリームを塗ります。このクリームはね、乾燥しやすいから、いつも使う前にたくさん振った方がいいと思います。全部手で塗ります。こういう感じです。リムの肌はね、結構油が多い方なので、いつもファンデーションを塗る前にオイル路面のクリームを使います。このクリームすごくおすすめです。韓国の化粧品なんですけど、すごく安いですよ。多分700円ぐらいのかな。これをまず多めに塗っていきます。はじめはね、クリームみたいにスルスルスル伸びるんですけど、しばらく塗っているとなんかのってりのってりするので、すごくいいです。このファンデーションはね、色的にあんまりおすすめできないですけど、冬になったらこれすっごくいいですよ。全然乾燥しないし、なんか自然な感じ。次はクッションの基本の塗り方を説明します。最初、スポンジにクッションを含ませる。次は頬につけて叩き込むように塗っていく。あと最後はスポンジでトントンと叩いてなじませたら完成です。色が落ちないように少しパウダーをポンポンポンって使っています。次、眉毛。リムはいつもブラウン色のペンを使っています。眉毛を描くとき、本当にあまり力を使わない方がいいです。眉毛は薄く描くとなんか若く見えてるんじゃないですか。はい、眉毛描き終わったら同じブラウン色のマスカラを使います。なんかいつも日本人っぽくになるためにピンク色を使います。この単色でもね、結構出かけちゃう。色味とかはね、リムも詳しくわからないですけど、いつも適当に塗っていきます。今ね、ギラギラ色ピンクを使ってます。マジでこの部分からもう説明できなくて、なんか歌いますね。せーの、家はどこ、私の、あ、もう涙袋始まった。はい、涙袋はメイクで作れる自然な描き方を紹介します。ハイライトを入れてからラメ入りのアイシャドウをのせます。はい、こういう感じでやりますね。リムピンク色が好きになったから、ほとんど毎日ピンク色を使っています。次はね、薄色のアイライナーで涙袋の線をなぞる。最後は手で境目をこばします。なんか簡単そうですけど、本当にあまり練習しないと、目が腫れてるって感じに見えちゃうから、
いつもだったらアイライナーを描くんですけど、今日はアイライナーを描かないのでアラッシュカラーを使います。こういう風にやります。今私持ってるのはマスカラじゃないです。この線がまつげをガッチッと止めてくれるんです。次はマスカラです。リムのまつげはすっごく薄くて短いし、だからいつもロングロングのマスカラを選びます。こういう風にやります。これマスカラですけど、あんまりマスカラっぽく見えないですよね。リムはいつも一番濃く黒い色を使っています。マスカラつけた方の目は全然目が元気に見えてるし、ギラギラするんですね。すごい違います次はハイライトの入れ方、使い方の基本を説明します。うちもハイライトを入れる順番はこれです。最初はテンションです。次が目周りと顎、口元、次はチークです。いろいろあるんですね、女の子は大変ですね。笑っているように見えるようにこういう風につけます。耳の上に向かってちゃんちゃんって入れます。口紅を塗る前にこれ使いますけど、名前と値段全然覚えてなくて、前リムベトナム帰る時一応買ったんですけど、すごく良かったからずっと使ってます。このリップも全然覚えてないですよ。ベトナムで買ったこのセットはでも多分700円ぐらいのかな。すごく安いですね。色的にもすごい好きです。全体的にオレンジ色を塗って、また中にこういうのは赤色を塗ります。口紅の周りにさっき使ったキラキラ色のハイライナーを塗ります。いい感じ。はい、以上リムのメイクでした。皆さんどう思いますか？本当はね、携帯見ながら化粧するからちょっとね難しかったけど頑張りました。最近はね、涙袋を描くのをハマってて、ほとんど毎日描いてますよ。だからアイライナーを全然描かなくても目が大きく見えてますよね自然だし。はい、この動画良いと思ったらぜひチャンネル登録といいねとシェアをしてください。ではまた次の動画ね。バイバーイ。